皆さんこんにちは。これで昨日髪色整えた。じゃーん。髪色整えてしまった。今日はハウステンボスなんですけど、ちょっとうるさいです。今日はハウステンボスなんですけど、思った以上に時間がのんびりってことで、午前中もできました配信が。パーティーに行きそうだって今日はもう一日なので、一日なんですけどリハーサルがないので、もう楽な格好で行こうと思ってワンピースにしました。うーん、朝からココアを飲んでます。幸せ幸せ。ココアココアとか久々飲んだ。なんかたまにお家のさ、お家でさ、なんか甘いもの飲みたくなる時があるから、ココアとかも飲めるようにカプセル買ってるんですけど、美味しい。やっぱまだお家なんですめっちゃみんなにやる。そう、実は遅いんですよ。 HKT の出演自体が遅いからかな。でも今日グランドフィナーレまでいるっていう風に聞いたので、夜遅いですね、帰ったら。で、明日は生誕祭よろしくお願いしますとか言っちゃった。よろしくお願いします。今日はでもだいぶよく寝れたので、10時くらいまで寝てたのでとってもすっきりです。久々にいっぱい寝れました。本当に私寝るの大好きなんですけど、最近本当に寝てなくて、なので今日は久々に寝れました。昨日はパジャダラ公演だったんですけど、ファンの方がお見送りで、ひなちゃん生誕祭行くよっていっぱい言ってくれて嬉しかった。ありがとうございますって。でも私のファンの方じゃない方みたいな、普段劇場で見る私一押しじゃない方が結構行くよって言ってくれてたので、福岡への飛行機を待ってますだって。福岡はね、曇りだから飛びそうだよ。福岡とか飛行機。森永万宝店ですか。万宝店です。今日は
だ扇風機を買ってなくて、そろそろ買えないとさ、あれなんだけど。こんにちは、だってこんにちは。今日は50分までしたいと思います。50分か45分まで。もうお家出る準備はできてるので、懐かしいものが次々出てきて引っ越しの作りが進みませんだって。悲しくならない？引っ越しの荷造りするとき。最近席が後ろの方ばかりなので、そろそろ前の席が期待できそうですだって体調良くなった？体調良くなりましたか？明日は晴れるかな。どうなの？なんか雨降りそうだよね。雨だったらしゃあないです。しゃあないです。しょうがないです。なんかもう天気予報をさ、見れば見るほどさ、そのか毎日違うんだよね。わかる？梅雨の時期だからかもしれない。準備とかしっかりしましたって。私準備ね、そういうタイプ。結構あれやってこれやって、それこそこれとこれとこれはやっときたいみたいな、朝起きたらこれとこれとこれやって入れたいっていうのは結構する。なんかバタバタするのも苦手なので、やんなきゃなやんなきゃなと思ってわーってする感じなんだけど、時もあんだけど、基本的にはやることは終わらす時。毎日天気変わるから困ってましたって。ねね、わかる。今日は充電器持ったから携帯使う時も大丈夫。梅雨時期は予報が難しいだって。そうだよね。天気予報士さんも大変だよね。
晴れなんだ。そうなんだ。どうなんだろう、今日もハウステンボスだからね。初めまして、初めまして。カスタスの苦手だってめっちゃわかる。私も苦手だったけど、ちょっと得意になったよ。ちょっとできるようになり、させるようになりました。まあ本当に苦手で、気づいたらもう全部バック寝てるとかだったんだけど、だいぶ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 させるようになった。意外とまっすぐさすの難しいよね。右で持ってばいいのかな。でも左で、いやね、どっちがいいんだろうね。私も苦手になった。てか傘を持つっていうのが嫌すぎる。傘持ってかなきゃかなっていうのを気にするのもめっちゃ嫌だ。髪色かわいい。だって何が変わったのって感じなんですけど、ここから綺麗にしたって感じです。私も実は変化そんなわかんないんだけど、あのここら辺がやっぱ汚くなっちゃうんですよ、1ヶ月経つと。で生誕の時にそれなのがすごい、今日もフェスあるしさ、でアヤライブもあるしとか思って、もう染めちゃえって思って染めちゃいました。昨日髪の毛ね、美容室帰りだったかな、トゥルトゥルだったの。そう、めっちゃトゥルトゥルだった。熱っ。まだしいね。今日は配信ないの？あ、クマタワーが立ってる。あー、コージーありがとう。うん、ありがとう。クマタワーありがとうございます。あ、ありがとう。みんなから大人気だったよ。みんなチャットに、チャットを撮ってくれてる方は見たと思うんだけど、動画をね、送ってほしいって。私がこれクマになれるんです。ありがとう。今日は6月、もう29だって。Mom.
ぞ、ありがとう。1503日もありがとうございます。達成です、やったー。このクマの色好き、私かわいい。6月限定かもね、モード1日。ありがとう、コシありがとう。ノーリさん、モッチー、ニコラス、リトゥ、アイタカさん、クー、ただの魚さん、アオイちゃん、原始人、ハシムッチ、フラン、クシダッキー、ハリー、ドマさん、アオイちゃん、ヨシヒロさん、トシさん、ザキザキザッキー、アイリアパパ、松山さん、ノブリン、ヤスさん、アオイちゃん、カツトワさん、カッさん、マトンさん、スモークタン、てっちゃん、ハートありがとう。ヤスさん、エウリカ、ソウサンポ、エミジー、トランペットありがとう。フラッペ、ボーダー、シガノ DD、モリちゃん、オカもありがとうございます。ノブリンもありがとう。松山さん、ありがとう。ジンタロウ、ありがとう。ただの魚さん、リツ、ありがとう。クーも、ありがとう。みんな、ありがとう。ピンククマ、モリノリも好きだよ、だって。このクマが可愛いから負けちゃいそう。このココアをさ、お家出る前まで飲み終わりたいんだよね。あと10分くらい。多分今日はもう帰ってきたら日付は変わってしまうので、ショールームは夜、あ、じゃあ昼、もう夜今日できないと思うんです、できないんですけど、明日は、明日も多分午前中はしないので、もうあと生誕祭終わって事務所で配信しようかなと明日思ってるので、結構生誕祭終わっていろいろ写真撮り終わったりとかしたら、反省会とかも終わったらショールームしようかなと思うんで、まあ、9時くらいとかにはショールームするんじゃないかなって。30分くらいしかしないと思うんですけど、なのでこんな感じだと思います。明日は5時開演、7時、8時8時まではしない、8時半とかそこら辺からショールームするかなと思ってます。8時半9時の間くらいからで、30分くらいショールームして終わりって感じになると思うので、よろしくお願いします。1日は夜配信で、2日は午前中配信かな、朝配信ちょっと、そしたらもうアイアライブなのでやばいんですけど、こんにちはだって、こんにちは。そうなのでよろしくお願いします。5時開演なのはね、いいですよね、早めに終わるので。すごいみんなが楽しみにしてくれてるのがね、ドキドキなんですけど、 DMM から、そしてよろしくお願いします。配信で劇場来る方はね、劇場で、
ユニットもお楽しみに。楽しみ楽しみ。アイアンライブも行くよって、ありがとう。アイアンライブも楽しいです。とりあえず2日間、今日明日は生誕祭に集中してね、集中してで、明後日1日になったらアイアライブあります。ユニットも今頑張ってますのでお楽しみに。アイアライブは配信がないので、もう来てくださる方のみになっちゃうんですけど、もう、楽しみ。みんなの近くに行けるかもしれないので、それも楽しみにしてください。生誕祭は皆さんの席が出たら、明日のちょうど1日12時間後、あ、24時間後くらいかな、出たらぜひ教えてくださいね。ここに座ってますって、リノリノリで教えてください。キャプテンがいないのがすっごい寂しいんですけど、まあキャプテンも舞台頑張ってるので私も頑張りたいと思います。こんにちは、ハロー。じゃあ45分までね。アイアンライブ席出たん？お、すごい。いっぱいコールしていっぱい笑ってくださいね。いっぱい笑ってくださいね。もうどのメンバーの時もね、もう。これからもどうぞよろしくね。こんな私だけど笑って許してね、ずっと。永久保証の私だから。最近西野カナさんをずっと聞いてて、運曲すぎて、最近でも昨日から、昨日ちょっと心に余裕ができたので、なんか聞いてたんですけど、公演行く前、いい曲すぎて改めて懐かしいと思って。大切にし、もうし、小学生の時になるのかな、そんな前になっちゃうの。小学生くらいの時ずっと聞いてたもんね。
そんな前になっちゃうんだ。なんか時経つのあっという間ですね。セットリ歌っちゃったのかと思いましたって実は歌っちゃったりするかもしれないです。そう、トリセツ今の曲は君で君で高いんだよねキーが。たとえどんなにも好きだな私。楽しみ、新しい新曲出すのがすっごい楽しみ。あ、私もこのままで聴いてた。すごいよね。なんかもう王道で、もうなんか特に女の子みんな好きだったもん。君で君で、すごいよね。私涙色も好きだった、今思い出したけど。涙色に染まって恋に君には会えないでしょ。できないって言葉で言うけど思い出に、うん、いつか慣れることなんてこの先あるのかな。カラオケ、私カラオケね行かないんだよね。カラオケ行ったら確かに盛り上がりそう。ライブ行ったら懐かしいですだって。ラジが好きだった時さ、まあ、5年前私が5周年 HKT 入った時くらいか、中学生くらいだったのよ多分。でも中学生なかなかライブとかそのお金そんないっぱい持ってないからさ行けないんだよね。だからもうなんか見てた、なんか歌番組とか。そうだよ、だって5年前今これ見たら5周年おめでとうって書いてるもん5周年おめでとうって書いてるくらいだから、5年前は全然まだ高1中3くらいでしょ。でなったらもう全然だもんね。誰かのライブとか行ったことなかったし、お小遣いだったよ。もうその時頑張って洗濯物畳んでもらえるお小遣いとか、バイトもできないしさ。私だからまだバイトしたことないまま HKT 入ってきちゃって、その社会経験がゼロなんですよね。 KYY ありがとう、もぐもぐパクパク、あおいちゃん、こがちゃん、ただの魚さん、コージー、原始人、ボケー、ニキドちゃん、ニコラス、カズさん、くんありがとう、みんなありがとう、こんにちは。だってでも45分になったので私はもう出ないといけません。なのでバイバーイランキング読みます。13位がアイリーパパ、12位がフラン、11位がノーリさん、10位がキドちゃん、9位がヨリカ、8位がボーナー、7位がタルの魚さん、6位がオイちゃん、5位がドマさん、4位がノブリン、3位がヤスさん、2位がセボンテちゃん、1位がコージーでした。ありがとう。
出張頑張ってね。また早くお仕事頑張ったら会おうね。ありがとう。コージーでした。ありがとうございました。はい、皆さんもありがとうございました。ほい、では今日は雨この後降らないようにとハウステンボス楽しみたいと思います。では皆さんもまた明日って感じ。明日は生誕祭よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ、ありがとう、またねー。もう一回切ります。